はい、いくこさんメッセージそして激励ありがとうございます。まあ我が家にもね、大和くんっていう男の子が生まれて、いやいろいろとね学ぶことが多いです。なんか子供を育てるってことに関しましては、実はですね、あの女の人が一人で子供を育てるってコンテンツばかりなんですよ。で男性が子供を育てるってコンテンツは非常に見つかりにくいということと、もっと見つかりにくいのは、私の家みたいにパパとママがずっと家にいて子供に対してどんなことをどういうふうな役割でするかってものは、これはね未だに見つかってないんですよ。なんかね、だからね、はっきり言ってモデルのないことを私たちは創作しているっていうかね、想像しているって形です。で今回もね、あの沐浴やったんですけども、あの1人よりも2人の方がいいのはいいんですよ。ただね、だからといってやりやすいかっていうとまた別です。あの作業コースは減るんですけども、それなりにね、あの試行錯誤はしますね。でその試行錯誤は、あの多分あのうちみたいな家庭と似たような家庭ってあんまりないんで、共有する人がいないんですよ実は。だからこれね、あの嫌味でも何でもなくって、あの前例がないっていうかね、探してもなかなか見つからないとか、育児書っていうのがあんまりうちには当てはまんないことばかりというかね、そんなことがあるかなと思います。だからそれもね、あの楽しいんですけどもね、まあ、我が家なりの育児をやっていこうかなと。そして多くの育児経験者の方のいいこととかね、困ったこととか、もっとこうだったらいいのになみたいなのがものすごく参考になるんで、私はこのコンテンツをね、これからも発信していって、これから似たようなね、方の参考になれば、まあなんかね、自分の記録でも、自分の記録が一番大きいですね。自分のなんかね、大和を育てていく記録として YouTube 上げてるところが大きいですねまあですんでね、かっこよく言ったら誰かのためにとか、さっき言いましたけども、多分それよりも、まあ私は全てのね人生の記録をなるべく YouTube に残しておきたいという正直それなんですよね。いくこさん本当に今回メッセージありがとうございます。いくこさんからのメッセージが本当に嬉しいです。ありがとうございます。では失礼します。